七曲り駐車場付近表富士周遊道路とは、静岡県の富士山陸にある、かつて有料道路であった延長 34.5km の区間の道路名。通称、愛称は、富士山スカイラインという、二号目で、登山区間が分岐富士山の南陸を走る山岳道路。全体の区間は、静岡県富士宮市三宮道市属村、御殿橋中畑を結ぶ、 延長計3 4 5トルの道路である。全線が県道の路線に指定されており、以下の3路線からなっている。大きく2つの区間に分けることができ、御殿橋と富士宮市を東西方向に結ぶ区間を周遊区間と呼び、富士山2号目から5号目に至る区間を登山区間と呼ぶ。氷富士周遊道路の五号目は、標高が約十メートルで、 自家用車で行ける日本最高地点である。新五合目には駐車場と休憩所がある。周遊区間は富士山の南側の山荘東西に走る区間で富士宮市三宮と御殿場市中畑とを結ぶ延長およそ 21.5km の道路である。国道469号の迂回路としての側面も担う。路線の大部分が森林地帯の中を通過し、眺望は効かないが、 交通量は少なく急カーブもほとんどないワインディングロードである。工日の登山区間とは異なり陶器でも閉鎖にはならないが路面が凍結する場合がある。沿線のほぼ中間地点にあたる南富士エバーグリーンラインとの定時路付近に水がつか公園があって駐車場やレストラン、土産物売り場、トイレを完備する森の駅富士山が休憩ポイントになっている。登山区間と残区間は 給料金所の分岐でもある富士宮口2号目から富士宮口5号目を結ぶ延長およそ 13km の自動車用山岳道路で自転車も通行できる。自動車で富士山を登ることができる通行無料の道路であり、マイカーが通行できる期間は多くのマイカーが往来する。前線に車線道路であるが5号目に向かう登山道のため中盤あたりから ヘアピン状のカーブが連続する、つづら折れの道路となる。5号目には、約550台分の無料駐車場や、トイレ、土産物売り場、食堂などの施設、山独とを結ぶ登山バスのバス停があり、富士の宮口登山道の起点となっている。自動車はここで折り返し、同じ道を下ることになる。時折鹿が道路を横切ることがある。また、 マイカー規制のない夏季の登山シーズン中は5合目において駐車場待ち及び渋滞が発生することもあり多くの登山者で大変にぎわう。夏季マイカー規制期間中の水が塚駐車場からのシャトルバス登山区間には以下のような通行規制がある。マイカー規制時には5点場区間にある水が塚駐車場よりシャトルバス及び登山タクシーが5合目まで運行される。 5合目から望む富士山現在の終点である5合目付近は道路完成前は3合目であった。しかし、山梨県側に開通していた富士山有料道路の終点が5合目を名乗っていたことから、競合上、新5合目と命名することとなった。また、標高がはっきりしていない時代から付けられていた合わせ目の基準が曖昧であり、山梨県側の5合目と静岡県側の 新五合目では、校舎の標高の方が高かったことも、理由の一つである。その後、新五合目の新が取られ、五合目となった。1970年に、裾野から中原の新五合目にかけて、自動車で行ける登山道を建設した。この開通によって、それまで、富士山は歩いて登山するしかなかったものが、自動車で新五合目の高地まで行けるようになり、登山者にとって、 さらに身近な山へと変わった。かつては、有料道路であった。当該区間の交通の便の悪さを解消する目的、及び、周辺地区の観光に寄与する目的で、県が道路整備特別措置法に基づく、有料道路として整備を行い、富士宮区間は1969年7月1日、それ以外の区間は1970年7月1日に、共用を開始。 1984年4月1日より、静岡県道路公社が事業を引き継ぎ、1994年に無料開放となった。1987年8月10日の道の日に、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道100線の一つにも選定されている。無料開放後の料金所後のゲート表富士、周遊道路がある。富士山は、 東西 35km、南北 45km に広がる大きな裾野を持つ日本を象徴する山であり、その南斜面の静岡県側の裾野から中原の五合目にかけて道路がある。五合目は標高約 2380m の高地にあり、気象条件によっては雲の上となることがある。駿河湾を見下ろす眺望が素晴らしく、海岸線沿って並ぶ富士市から、 静岡市の街並みや遠くは伊豆半島や太平洋を眺望するパノラマである。また、裾野に広がる原生林を見ることができる。新五合目から富士山山頂へは徒歩による本格的な登山で目指すことも可能で、所要時間はおおよそ5時間30分ほどかかる。ただし、富士登山のシーズンは毎年7月1日に山開きを行い、 8月31日には閉山される。四季を通じて変化する大自然は、桜の花見、新緑、登山、紅葉、雪景色と様々な風景を見ることができる。高鉢駐車場沿道には、グリーンキャンプ場、触れ合いの森、そして冬ににぎわう、雪の遊び広場、水気塚公園、高鉢駐車場などの施設がある。文献によっては、 新5号目の標高の高昇値は2400メートルとしているが、実際には約10メートルほど低いという説もある。以前は乗り倉だけに至る乗り倉エコーラインの長野県、岐阜県県境地点が自家用車で行ける日本最高地点であったが、2003年7月1日から数年前から規制となり、自家用車で走行は不可となった。ABCDEF クリス、 タミヤ 2016P50ABCDEFGHI 日本の道百選研究会 2002P109ABC 佐々木石野伊藤 2015P60AB 野菜賢治 2015P2 佐藤健太郎 2014PP140 から 141ABCD 中村淳一編 2018PP 5859、58, ABC スーエン1 2 0 1 3 P106、小川、クリス、タミヤ2016、P51、富士山には7号目、8号目がどうして、いっぱいあるのか。エキサイト小ネタ。 http://www.excite.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュビットスラッシュ 1283254563875.html 2010年9月 2, <www>.、e 2, うん、2> 日閲覧日本の道百選研究会 2002p108ab 日本の,の道百選研究会 2002p9 ありがとうございます